園長の子供のまーちゃんです。前回は、子供がね、こういじめられて、もしくは喧嘩して帰ってきたけども何も言わないと。でその時に、ママは味方になった方、味方だよとか、そういうふうなことを言って受け止めて、ギュッとしてあげるとか、そういうお話でしたね。かなり私がいろんな割愛している部分を言いましたけども、うん、まあそういうこともあるでしょう。はい、では今回は引っ込み思案の子には不安解消のステップが必要なことを分かってくださいということで、女の子はお友達との関わりを好む反面、集団にうまく入っていけなかったり、傷つきやすい子が多いのも事実ですね。そうだね。うちの子は逆だけどね。うん。うん。そうね。で、みんなが仲良く遊んでいるのに、我が子だけがポツンと寂しそうにしていたり、他の子が張り切って取り組んでいるのに、我が子が自信なさそうに隅の方にいたら、やはり心配です。こうした子は慎重派タイプ、デリケートタイプですと。一見、自信がなさそうに見え、みんなと同じペースでやると力を発揮できないのです。しかし自分のペースでできる環境では心理深く努力家の面を見せてくれるものです。その子が力を発揮できる環境を与えることが必要ですと。これちょっと、まーちゃん的に型にはめないことですね。まあ今、まあ資料をもとに言ってるんですけども、そのこうデリケートタイプだとか慎重派タイプだとか、そういう型にはめないっていうことも大事なんですよね。何かのタイミングで本当はこうちょっとした感じでパッと入れるタイミングを、そこで保育園のね、保育士とかね、なんだ今は保育教諭っていうんですかとか、まあ、まず先生方がさ、こうアドバイスとかうまくこう入れてあげたりすると、あ、こういうタイミングなんだって子供分かってパッて入っちゃう時あるんですよ。そういうコツとかってあるので、もうこの子でイケトです、慎重派タイプですとかっていう感じにね、型にはめない方が、まーちゃん的にはいいと思います。うん。まあ、まあまあ、そういう感じで、一応参考っていうことで聞いてください。はい。で、真面目でおとなしく控えめな、クミちゃん出てきたよ。誰だ？クミちゃんは4歳の女の子。はい。一緒に遊ぼうと誘われると断ることはなく、一緒に遊ぶのですが、自分からお友達の輪に入ろうとはしません。うん。お母さんは、クミちゃんがお友達と仲良く遊べないことや、新しい環境になかなか馴染めないことなどを悩んでいましたと。これってさ、デリケートタイプや慎重派タイプだからそうなのって思いません？だって、誰でもそうじゃないですか。初めて大人だってそこに急に入って輪に入ってわーってやるってならないですよね。あっちも警戒してるし、こっちも警戒してるし、大人でもそうなんですから。だから型にはめないでくださいねっていうのはそこなんですよ。で、ある日子供たちが数人で折り紙を楽しんでいるところ、クミちゃんだけがちょっと離れたところでポツンと寂しそうにしていました。で、この寂しそうにしているかもどうかもわからない。実は離れていた方が
今はいいって思ってるかもしれないじゃない。そう、もうね、この資料はちょっと主観が強すぎて、うん、そうだとか、もう、かわいそうなんだとかって、こう、型にはめるのが好きな、そういう教授多いっすよね。うん、やめてほしいんだけど、実際の現場はそうじゃないし、私もこう、いじめられてきた中では、意外とそうでもない時あるから、うん、そうでもないって思う人もたくさんいると思うんですけども、うん、まず寂しそうにしてたんですって、そしたらみんなと一緒にやってみると声かけても欲に首を振りますと、私はその日それ以上声をかけずにいましたと。数日経ってまた同じような状況があったので再び声をかけました。すると今度はうんと小さくうなずいて、みんなと同じテーブルの少々隅の方で折り紙を楽しんでいました。お母さんに一緒に折り紙で遊べるようになったことを報告する。なんでこんなことで報告するんだ。あのさ、だからもう嫌なんだけどさ、ね、さっき言った通りでしょ、結局は。その日は、ね、行きたくなかったの。ただ単純にそうだったの。それだけ。うん。いちいちこう、寂しい。あ、デリケートだ。慎重だから。なんて、もうそんなこと言ってみんなだよ、みんな。うん。ね。ただたまたまその日は行きたくなかったの。次の時は、ああ、行きたいなと思ったんだよ。で、一回目はまず見てみようと思ったんだと思うんだよ。そういうのはあるじゃないですか。大人でも一回はまず見ておいて、ああ、これは行った方がいいな、次は、とかって、そういうことだと思います。なんで、それをこう、型にはめないようにしてくださいね。で、お母さんに一緒に、折り紙で遊びようと報告すると、だからですね、最近毎日家で折り紙を練習してたのは、とおっしゃったのですと。ほら。ね。これは、自分で、ね、そこの中に入ってできないことを馬鹿にされるのが嫌だから、入らないで、自分ができて、その時に入れるように練習家でしてたわけですよ。だからそれはデリケートタイプなの？慎重派タイプなの？っていうことになるわけね。そうすればそうじゃないじゃん。普通の子だよっていう、普通タイプだよっていう話なんですよ。しかも努力家だっていう、そういうことになるんですね。はい。とおっしゃっていたんですよ。お母さんは活発で明るい性格、私とは性格が全然違うんですとおっしゃっていました。そう、親子でも兄弟でも生まれながら持っている気質は違うものなのです。クミちゃんは何でも完璧にできないと不安なのです。うん、できないかもしれない、みんなより下手かもしれないという気持ちが強く、できると自信がつくまで楽しめなかったのですね。家で練習してできると思ったことによって、やっとお友達輪に入れたんですね。何言ってんだろう、これ。あまりにこうした傾向が強いと、社会に馴染めず問題がありますが、ある程度は、個性として捉えてあげましょう。同じ折り紙を折るという行為も、お友達と楽しみながら行う子もいれば、完璧に、目指して、練習してくる子もいるのですと。こうした子はみんなと遊びたくないわけではなく、お友達と一緒に遊ぶためには少しステップが必要なのです。ステップではありません。それは不安解消のステップではありません。だからこそそのステップを理解してあげてもしなくてもいいです。自分の感情と常に向かい合って自分なりの解決策を見出しているのですから、他の子よりも忍耐強く育つものですと。信じて応援してあげてください。何を言ってるんですかと。きっと小学校3年生を過ぎた頃からその真面目努力家の性格が発揮され、芸術や運動、学習などで才能を見せてくれるはずですっていう予測も違いますって。小学校3年生じゃないかもしれないし、1年生かもしれないし、こんなもう、なんていうの、根拠がない。ダメですからね、こういうの。急に、年長組になったらできる時もあるし、うん、
そんなのね、人間いつ何がどう起こるか分かりませんから。うん。こういうね、資料とかね、まず書籍とか、まあ、売ってますけど、ね、これベスト1位とかだったんだけどね、結局私からすると、全くもって全然ダメですね。はい。極端ですもん、これ。うん、極端な子はそうかもしれません、セバ。うん。それだけです。私には自分のペースがあるの分かってねっていうこと、そんなの当たり前じゃないですか。ね。ということでね、その前にこれ、お母さんに報告する前に、ね、寂しそうだって思い込んでる保育士がまず悪い、おかしい。その時に、お母さんになんでコミュニケーション取れてないのかっていう問題があります。お家ではどうですかって。ね。そこをそうすることによって、お家では、あ、いや、なんだ、折り紙やって楽しそうに遊んでますよ、お家ではって。そこでもう普通気づくべきなんですよ。それが気づけないっていう想像力のなさ。うん。よくこれで、ね、子供に関係している、人がこういう書籍をね、出して、もう、親を不安にさせてるだけですよね。うん。とまちゃんは思います。もう一個いきますか。してはいけないではなく、どうするかを伝えて。ということで、子供は否定語を理解しないということをお話ししましたね。転ばないでねというと転ぶ確率が上がってしまうっていう、これはお笑いの法則ですね。つい転ぶ映像が浮かんでしまうからですね。4歳は自立性の発達により感情がコントロールできるようになってくる上、予測能の発達により先のことが予測できるようにもなります。そのためルールを教えたりしつけをしたりするのに有効な時期でもあります。そんな時期だからこそついいけませんを連発してしまうのが、できるだけしてはいけないではなく何をするかを伝えるようにしてくださいと。お、転ばないでねではなく気をつけてね、お、騒がないでねでなく静かにしてねといった具合なんだって。みすずちゃんはって誰？あ、またできた。みすずちゃんは、はい、明るく人懐っこい性格の女の子です。ある日幼稚園の花壇の花を引っこ抜き、先生から叱られ泣いて帰ってきたとのことです。もうそんなに怒るって泣かせるぐらいまで怒んの？これひどいな。花は幼稚園のいいじゃん、子供なんだから面白いと思って、俺だったらいや面白いな、食べようかって言っちゃうぐらい。でもねって、これ食べるようじゃなくて、これは花をここに埋めて、それでそれを花開いたら見るや花だよって教えるけどね。どう？子供そうしたらわかるじゃないですか。それでいいんじゃないですか。こんな怒られるほどでもないと思いますけどね。はい。先生たちが大切に育てているが抜いてはいけませんという理由だそうです。はい。聞くと、毎日幼稚園に行く途中に綺麗なお花が咲いていて、それを先生にプレゼントするのがみすずちゃんの日課なのだそうです。子供ね、女の子とか特にね、すごい、私の娘も、人の、家のものかわかんないけど、たまにこう、あ、綺麗だっつって引っこ抜いて、こう、花に束にしようとして、抜いてる時はありますけどね。うん。それはもう、しょうがない。しょうがない。そうなったら、もうね、しょうがないんです。親が謝ればいいんです。うん。子供の気持ちを優先した方が、絶対いいんです。で、親が謝ってるのを見て、あ、これは他の家の人のやつだから謝るんだっていうことを見せることが大事ですね。うん。いいんです。親の責任なんです。子供は悪くはありません。はい。はい。ということで、お花を抜く
ことはいけないことですかと、してはいけないという決まりは誰かが何のために作ったルールですと、何かのために作ったルールです。幼稚園では先生たちが一生懸命育てた花ですから、こうしたルールを作ったのでしょう。でも環境が違ったら通用しなくなるのです。つまり花を抜いてはいけないというルールを一つ作ると、自然に生えてきた花は抜いていいの、なんて子供から質問されます。そう、してはいけないというルールは永遠にしてはいけないを生み出してしまうのです。しつけをしているつもりがついあれもダメこれもダメのガミガミママになってしまうのです。そんな時は花を大切にしましょうなど、どうするかを伝えてあげてください。そして質問されたらどう思うと尋ねればいいのです。は？本当何言ってんのこれ。もういや、そういう会話を 日頃からしていれば、自然の花でも生きているから抜いたらかわいそうだねとか、少しだけだったらいいかななんていうようになります。意味が、少しだけだったらいいの？抜いたらかわいそうだって言ってんのに。これもおかしいね。答えは一つではありません。大切なのは優しさなのです。ここです、優しさか。もう少しだったらいいのかい。こうした会話を心がけると、ルールを守るだけの子供ではなく、マナーの思いやりがわかる子供に育つのです。否定語で言われるとどうしていいかわからないのっていうことだそうです。はい、もう話にならないですね。子供を知らない、自分が子供だったらっていう視点がないので、こういうことになるんですよね。なんか研究している研究者だからみたいなね。だからそんなことなくて、自然にいい花抜いたら花抜いて きれいだねって、で、どこから取ってきたの、道端とか、そっかって、でもねとかっていう、その道端で咲いている花がみんなに見せる花かもしれないよって、その子、その花はそう思ってるかもしれないよ、でもどうなんだろうねって、ちょっとお話ししながら、お花とお話ししてごらんって、そしたらどっちがいいか自分でね考えてとかって言ってみたらいかがでしょうか。ということで、お時間になりましたので、ここら辺で、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。なんかね、変な世の中になってきましたね、こんなの。